も皆さんお久しぶりです。パップコーン須田でございます。はい、今週も始まりました55254、記念すべき第1回目を釣り具のキャスティングさんからお届けしまして、今日で第2回目でございます。さあ今週もですね、どんどんと254をゴーゴーしていくわけですが、お店は決まってるらしいです。ただ僕はまだどこへ行くかは分かりません。254、僕あの新津市出身なんですけど、もうここ僕のもう本当に主要道路なんで、この川越街道254沿いでバイトしてましたからね。どこでバイトしたんですか？すぐ近くの肉の万世でバイトしてました。ちなみに今は何のバイトされてるんですか？今はあの植木屋のバイトやってます。あの職人さんが切り落とした枝とか葉っぱを拾い集めてトラックに運ぶ役です。ゴミ拾いですね。あとは、まあ、あの雑草蒸したりもしてます。次の信号左折ですか？およそ300メートル先、ドリートベイを左方向。いや左方向、いきなり55254、2回目にして外れるじゃないですか。っていうかあれですよ、次伸び止め交差点左って曲がったらもうすぐ僕の実家ですよ。これやばいです、実家通るじゃないですか。じゃあ行きましょうよ。いや全然行ってもいいですけど、親父いたら親父すごい乗り気で出てくると思いますよ。これ曲がった通り沿いにお店があるってことですよね。下手したら知ってる店なんじゃないですか、もしかして。まもなく左方向、ここっすか？目的地周辺です。ここ知らない、ここ知らないですよ。はい、ということで55254、2軒目はというか2軒目にしてもう254を外れてますけれども、たどり着いたのがこちらです。仕事着屋神楽さんということでね、なんか作業服とかのお店なのかなっていう感じなんですけど、早速どんなお店なのか行ってみましょう。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。須田と申します。はい、店長の西奥と申します。店長、西奥さん。はい、いや、すごい。僕、実家すぐそばなんですよ。そうなんですか。はい、ここにこんな素晴らしいお店ができてたとは。ちょうど5年前に、はい、一応こちらの方をオープンして、まあ、母体になるお店さんを、まあ、我々が引き継いでっていうので、お店自体はだいたい20年ぐらいやってるお店にはなるんですけど、神楽っていうお店では5年って形になります。店長が受け継いでという、まあ、うちの代表と2人で。代表と2人、はい、代表はどなた？今隠れてます。あとで代表も後でやります。僕今あのアルバイトで植木屋をやってまして、はい、そうなんですね、はい、もう植木屋さんにもうぴったりの商品。僕もう帰り多分なんか1本買って帰ります。ありがとうございます。はい、作業着から行った方がいいですかね。そうですね、はい、ここはまあうちのその、はい、まあ、完全にオリジナルで、まあ、パターンから一からこう起こしたような形で、はい、オーマイゴッドっていうまあブランドなんですけど、仕事でも着れるし、はい、そのまま仕事終わりに遊びに行けるよっていうのをこうコンセプトでこう作ったようなブランドになります。だってもうこれ普通に作業着に見えないですもんね、はい、そうなんです。生地から縫製から全て国産にこだわって作った、はい、買えるのはここでしか買えない。そうなんです、うちでしか買えない商品になります。デニム系のやつになります ね、まあ、これがやっぱり今うちの方でもやっぱりすごい一番今売れてるもので、通常のそのストレッチのデニムって横にしか伸びないんですよね。このデニムっていうのは横にも縦にも伸びる。まず横にね、うわすごい、スウェットじゃないですかこれ。これスウェットですよ。スウェットです、もう本当縦にも伸びる。しかもねリーズナブルですね。そうなんですよ、だいぶ。まあ、ここはまあ昔ながらのこう飛び装束っていうような、はいはい、飛び装束、いわゆる日課ぼっかみたいな。そうですね、うちの代表の実家で作られてる、かっこいいっすね、飛びっていうブランドになります、はいはい、なんで飛びっていうブランドなんですね。そのままもう名前の通り、これとか真っ黒じゃないですね、ちょっと格子が入って。そうなんです、全部格子が模様が入って、上のゼブラ柄はすごいですね。そうなんです。ヘルメットとか、はいはい、道具類とか、はいはい、っていう形がまあ今こう取り揃えてるって形で。お邪魔してます。すみません、代表申し訳ないです。お邪魔してます。すみません。
あとでまた。僕が着たいやつを僕は選ぶんで、はい、店長のおすすめコーディネートを店長は、はい、はい、考えていただいて。わかりました、ありがとうございます。なんとなく頭の中で思い描いてるテーマみたいなのがあるんですか？秋の職人、秋の職人コーデ、まあ、庭師さんっていうことだったんで、アルバイトの時でもこう着たくなるようなコーディネートっていうのをちょっと考えたいなって思ってます。フルコーデしようとしてますけど。どうぞ大丈夫です。ありがとうございます。じゃあどうしよう、もう早食、早食って。もうじゃあ着替えられたんで出ますね。どうですか店長、この僕のトータルコーディネートのタイトルを発表しますね。はい、流れの飛び職須田ちゃん東北へ行くです。僕のポイントはですね、やっぱこのラメのヘルメットとこの飛びパンツにデニムのこれを合わせてるという、いや、すごいおしゃれです。斬新な、おしゃれですか？おしゃれです。結構最近そういったコーディネートも割と、本当ですか？うん、今流行ってるので。いいっすね。変だったら変って言ってもらっても、はい、大丈夫ですか？変じゃないです。あ、変ではない、はい、私って言うならこう、はい、やっぱりこうヘルメット、まあ、髪型ですかね。そうやばい、一番自分の根っこの部分を。では続きまして、はい、店長の本気コーデの、はい、お願いします。はい、できました。じゃあちょっと店長いきますよ。はい、どうですか？そうですね、まあ、上下色をねわざとこう対比させて、はいはい、ファッション感を楽しんでもらいたいなっていうところと、うん、まあ、ちょっと秋っぽい色を出したいなっていうのがあって、はあ、で足元もちょっとこうオータムカラーじゃないですけど。いいですね。店長このテーマは、そうですね、アルバイトの時に楽しく働ける衣装っていう。いいですね、完璧じゃないですか。須田さん、バイトで具体的にどんな作業をされてる？職人さんが切った枝とか葉っぱを拾い集めてトラックに運ぶ役です。あ、なるほど、はい、そういうことですね。こう僕のイメージではこう最前線でこう切ってる。それはやらせてもらってます。はい、ということで、はい、たくさんの商品を紹介していただき、非常にもうありがとうございました。大満足でございました。いい、ありがとうございます。そして冒頭で紹介しました、はい、縦にも横にも伸びる、はいはい、デニムの方買わせていただきました。ありがとうございます。はい、僕これ履いて、はい、一生懸命枝と葉っぱ拾うんで。そうですね、はい、本日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。ああ、ちょっと玄関の方開けて、あ、もうカメラあるからで、あ、すいません、おい、あ、ちょっと、あ、うちの父です。あ、すいません、なんで急に今お風呂入るのとか。すいません、一応ちょっと俺とも距離取ってないといけないらしいから、こんぐらいね、うん、5517号ね、見てくれてるからね。そうですね、はい、で今55254っていうのになって、うん、またこれ10月から今始まってるんだけど、よろしくお願いいたします。はい、VTR の中で結構いじられたりしてるんですけど、やっぱちょっと親御さん目線だとちょっとそういうところいいんじゃないですか。でもやっぱり成長するっていうか。そうね、いじられないとダメだもんね。そうですね、うん、呼ばれるとは思わなかった、ね、親父の職場の佐藤さんね、佐藤さんが5517号の大ファンで、そうですね、これ佐藤さん喜ぶね。あ、そうだね、うん、喜ぶ。